ディオン・サンダース、ディオン・ルウィン・サンダース・シニア、デイオン・ルウィン、サンダース・ SR、1967年8月9日帯は、アメリカ合衆国フロリダ州、フォートマイヤーズ出身の元アメリカンフットボール、主にコーナー区、リターナー及び、元プロ野球選手、外野手、左投げ左打ち。NFL 選手と MLB 選手を長期間、兼業した、マルチアスリートであり、 ワールドシリーズとスーパーボールの両方に出場した唯一の選手である2013年時点。現在はスポーツコメンテーターを務めるほか、アリーナフットボールのオースティン・ラングラーズのオーナーを務める。2011年、プロフットボール殿堂入りした。ニックネームはネオンディオンまたはプライムタイム。プレイも言動も派手であり、ファッションも普段から、 派手なスーツと宝石を身につけていることでられたニックネームであるネオンデオンはそこに由来している。北、フォートマイヤーズ校ではアメリカンフットボール、野球に加えてバスケットボールでも活躍し、3つのスポーツでフロリダ州の賞を受賞している。卒業時の1985年の MLB ドラフトで MLB のカンザスシティロイヤルズからドラフト指名を受けるが、 この時には入団を拒否している。フロリダ州立大学に進学し、こちらではアメフト野球の他に陸上競技、短距離選手としても試合に出場した経験を持つ。アメフトでは1987年、1988年の2年連続全米大学選抜チームに選出され、1988年にはジムソープ賞、 1986年に創設された優秀なコーナーバックに与えられる賞、原則として各年度で全米1名を受賞した。1989年5月31日にニューヨークヤンキースで MLB 昇格。この際にはすぐにマイナーリーグに降格。この年6月の NFL ドラフトで NFL のアトランタファルコンズから1巡目、全米5位で指名さるが、 入団交渉は難航し、その間に再びヤンキースに昇格し、まずまずの活躍を見せるが、8月末にファルコンズとの契約が合意に達し、すぐにキャンプに参加。開幕戦でタッチダウンを記録し、同じ週に MLB で本塁打を放ち、NFL でタッチダウンを記録した最初の2013年時点で唯一の選手となった。 その後も NFL、MLB の両スポーツで現役選手を続けた。9月には両方のシーズンが重なるが、フットボールは私の妻であり、野球は私の愛人であるとしばしば説明しているように原則として NFL 優先であった。もう一人の兼業選手坊ジャクソンは MLB 優先であった。また、野球では1991年、 1992年とワールドシリーズに出場、いずれも敗退し、アメフトでは1995年、1996年にスーパーボールに出場、いずれも勝利し、ワールドシリーズとスーパーボールの両方に出場した最初の2013年時点で唯一の選手にもなっている。派手なファッションを好み、言動も派手で、チーム批判やチームメートとの論争も多く、 チーム内ではトラブルメーカーの一面があり、それも影響して両方のスポーツでチームを転々とすることもなる。以下、MLB では1997年まで途中引退時期あり現役を務め、NFL に専念するが2000年で一時引退すると、翌2001年には1年だけ MLB に現役復帰。そして、NFL でも二千五年に一シーズンだけ現役に、 復帰した。以下、それぞれの種目での詳細は、各項目を参照。1991年に MLB ではアトランタブレーブスに移籍。1992年には故障者が続出した中で、プレイオフワールドシリーズを戦うチーム事情にあって、ヘリコプターをチャーターしての同時に登竜に挑戦した。後日のように、アメフトでは一流選手であったが、 野球選手としては打力不足であった。また、1994年12月26日には、ラップのシングル、アルバムを発売。また、MC、ハマーのプロモーションビデオにも出演している。現役時代にはナイキ、ペプシコーラ、バーガーキング、ピザハット、アメリカンエキスプレス等多数の CM に出演した。そのナイキからは、 ダイヤモンドターフという名のシグネチャーモデのシューズが発売されていたが、シンボルは NFL と MLB の両頭使いから取った野球のホームベースとアメフトのゴールポストを組み合わせたものであった。また、1997年の自殺未遂、口述の後、キリスト最高輪車になっている。2011年2月5日にプロフットボール殿堂入りが決まった。 戦術のように1989年のドラフトでアトランタファルコンズから一巡目全米5位で指名され入団コーナーバック以下 CB キックオフリターナー KR パントリターナー PR 時折ワイドレシーバー WR として活躍した1992年2月に初のプロボール出場を果たす1992年には キックオフリターンで1067ヤード、平均26.7ヤードにリターンタッチダウンを記録、いずれもリーグ1位し、1993年にはキャリア最高の7インターセプトを記録。1993年、1994年にもプロボールに出場している。ただし、本拠地ジョージアドームに不満を漏らすなど、野球だけでなく、アメフトでも問題児ともなった。ただし、 実力の方は高く相手 q b が、サンダースのいるサイドにはパスを投げにくくなり、インターセプトの数はそれほど伸びなくなったが、1992年のプロボールでは、ジム・ケリーからスティーブ・タスカーにサンダースと反対サイドに投げられた、パスを見事にインターセプトした。背番号21はアメフトにおいては、ディオン・サンダースの背番号というイメージが強かった。 野球でも一時背番号21をつけていた。1994年にはサンフランシスコーティナイナーズに移籍し、前年まで在籍していたファルコンズ戦でジョージアドームでインターセプトタッチダウンを記録するなど活躍し、チームを第29回スーパーボール制覇に導く活躍を挙げ、自身も最優秀守備選手に選出された。しかし、 WR ジェリー・ライスとの確執もあり、一年限りで移籍することとなる。なお、この年には、プロボールの出場を辞退している。数チームによる争奪戦の末、1995年9月9日に、ダラス・カウボーイズと7年総額3500万ドル、プラス契約金約1300万ドルで契約。この時点で、 NFL の守備選手として最高級選手となった。この時点でアメフト1000年を発表、後撤回。後年、オークランドレイダーズの方が、サラリーの提示額は高かったが、親友である WR マイケル・アービンがいること、スーパーボウル制覇を狙えるチームという理由で、カウボーイズを選んだと語った。この1995年シーズンにも、自身2度目のスーパーボール、 開催は1996年制覇を成し遂げた。スーパーボールでは WR としても47ヤードのレシーブを記録し、現時点でスーパーボールでパスレシーブとパスインターセプトの両方を記録した史上唯一の選手となっている。カウボーイズには結局5シーズン在籍し、すべてのシーズンでプロボール出場を果たしたが、戦術の1996年を最後に、 スーパーボール出場はならなかった。自身も悩み、1997年には未遂に、終わったが自殺を試みている。カウボーイズとの契約を2年残して2000年に、ワシントン・レッドスキンズに移籍し、1年限りで引退し、野球に専念した、こちらは2001年限りで引退。その後、2004年に、ボルチモア・レイブンズと、年俸150万ドルで契約し、現役復 本来の背番号21ではなく、当時の年齢37を背番号に選ぶ。10月24日のバッファロービルズ戦では、自身9度目のインターセプトタッチダウンを記録したほか、5インターセプトを記録するが、結局1年限りで、再度の引退となった。大学と NFL の両方で、ブレット・ファーブのパスをインターセプトした、唯一の選手でもある。 1990年代のオールディケードチームにも選出されている。そして、戦術の通り2011年にプロフットボール連動入りが決まり、同時に選出されたマーシャル・フォークラと喜びを分かち合った。外野手として活躍。元は高校時代の6月3日の MLB ドラフトでカンザスシティ・ロイヤルズから6巡目で指名されたが、契約せずにフロリダ州立大学に進学。 6月1日の MLB ドラフトで、ニューヨークヤンキースから30巡目に指名されて、契約し、5月31日に MLB に昇格。当初、背番号18を与えられて、感想を聞かれた際に、俺を満足させる数字は200万だ。年俸200万ドルの意と発言し、周囲を呆れレせた。チーム内でも折り合いは悪く、ファルコンズとの契約の際には、今後ヤンキースに戻る。 可能性は低いと言われていたが、よくもヤンキースでプレーする。1990年5月22日の試合で、対戦相手、シカゴホワイトソックスの42歳の大ベテラン保守、カールトン・フィスクと言い合った。この日の試合の3回一死で、走者3塁の場面からサンダースが遊撃手の弱い、ポップフライを放ってダッグアウトまで小走りで戻り、ヤンキースファンからブーイングを浴びた。 このタイマンプレイをフィスクがファックという語を用いてきつく注意したが、サンダースは奴隷制の時代はもう終わっていると言い返した。これについてフィスクは人種差別は関係ない。これはプロのエチケットだ。ヤンキースのピンストライプの誇りを持ってプレイしてほしいと後に述べている。アメフトでその能力を遺憾なく発揮していた通り、野球でも守備と足は一流であったが、 打力不足もあり、レギュラーに定着できなかった。また、その派手な言動が、チーム内外で品宿を買うことも多く、1月30日には、アトランタブレーブスに移籍。1991年に、チームは、ワールドシリーズ出場を果たしミネソタズインズに敗れは、下もも、後年のスーパーボール出場と合わせて、 ワールドシリーズとスーパーボールに出場した最初の選手という称号を得た現時点でも唯一の選手である。2は開幕から打撃好調で前半戦はレギュラーに定着。特に序盤戦活躍し97試合で打率304、盗塁26を記録。三塁打14はこの年 MLB 全体で1位であった。この年の10月11日には カルコンズの試合、対マイアミドルフィンズ戦に出場した後、ヘリコプターで移動して、ピッツバーグパイレーツとのリーグチャンピオンシップシリーズに出場する、同じ日に2つのプロスポーツリーグでプレーした最初の選手に挑戦したが、野球の試合には起用されなかったために、達成できなかった。チームは2年連続でワールドシリーズ出場を果たす。今度はトロントブルージェイズに敗れたが、 8アンダーを放って打百533を記録。途中には、シンシナティレッツに移籍するが、この年には38盗塁を記録。翌途中にサンフランシスコジャイアンツに、再び移籍し、この年も28盗塁を記録するが、9月に、NFL カウボーイズと大型契約、戦術を結んだ時点で、n f l 千年を宣言し、一時 MLB からは、離れる。 しかし前言を撤回して2月17日には再び、レッツと契約。この年には115試合に出場して、ほぼ、レギュラーとしての起用で、打率こそ、273に終わったが、自己最多の56盗塁、ナショナルリーグ2位、盗塁王は、トニー・ウォーマックイコール当時パイレーツで60盗塁を記録。この時点で30歳であった。その後は再び野球から離れたが、 1>, 1月24日に、サイドレッツと契約。32試合に出場して打率。173しか残せなかったのを最後に、MLB からは退いている。ラッパーでもあり、音楽のキャリアも持っている。1994年12月20日にデビューアルバムの、プライムタイムをリリースしている。14シーズンの通算成績、獲得タイトルほか、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。